食べなさい、いいこと。はーい。カジ。お母さん、お姉ちゃんトーストになっちゃった。も？ま。どっち？リンゼ、早く胡椒をかけておやんなさい。はーい。ランゼ、なんてバカなことするの？だってお母さんよく噛んで食べなさいって言ったじゃない。意味が違います。意味は、物をかじるたびに変身していたらどうなると思うの？かじ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 。自分で動けないものや生命のないものに変身することは禁じられているはずでしょ。え、本当？嘘？嘘ってあなた、あれほど言ったのにヴァンパイア百科を読んでないのね。だってじゃあ、ありません。今みたいなことが普通の人の前で起こったら人間の世界にはいられなくなるのよ。そんなどうしたらいいの？あなた。そうね、舌が届かん。あなた。いいかランゼ、お前はまだ魔界の人間としては。ん？母さん、わしらもやっぱり人間と呼んでいいのかね。それで犬ですか？いや、鳥だ。飛行機だわ。スーパーマンだよ。そうです、スーパーマンです。ふざけないで、魔界の人間でいいの。まあとにかくだ。お前はまだ一人前の魔界の人間と違って鏡にも映るし、能力も未熟な半人前だ。大人の能力が身につくまで物を噛むときはよく注意して、変身するかしないか強い意志を持つ、それが大切なことなんだよ。うん。それに魔界の人間はね、子孫に純粋な血を残すために人間との恋は禁じられているんだ。わかったわね。そんな。いや、そんなの絶対に嫌です。なんで？真壁君、あの、その
なんだ秀才、江藤さんは今日もお休みなんでしょうかね。知らん。風邪でも引いたんでしょうかね。あいつにかかったら風邪の方が逃げ出す。は、はあ、そうかな。そうだ。おはよう。おはよう、真壁くん。ほらな、はあ、何がほらなのね、何が。お前ね、人生に悩みはないの。そんなの真壁くんの顔見るとどっか行っちゃうんだもんね。なんだよ気持ち悪いな。俺の顔になんかついてるか。なんでもない。お前なんかやったんだろ。見てみろ神谷の顔。ほに、むしむし、あんなの問題じゃない。江藤さん。あ、はい、なに。実はそんなに見つめないでください。もう、ああ痛いじゃないの。ぐあら失礼、つい手が滑ってしまって。危ないところだった。もう少しで恐怖の教科書少女になるとこだったわ。あげます。やったわね。ぐー教科書を後にした方が。よろしいようですね。なんでわしがランゼの監視をせねえならんのだ。ほんと少し過保護。わしもそう思う。女房が怖いか。ペック、お前な。終わったようだ。向かうのよ。オッケー、どうぞ。何これ。ん、秀才、交換日記か。交換日記。違いますよ、江藤さん昨日学校休んだから授業の要点をまとめといたんです。やだな、交換日記なんて。でももらっとけよ。学問は国彦、スポーツは俺に任せとけば間違いないって。さ、練習。真壁くん、ダメですよ。江藤さん、ボクシングのこととなると俊くん夢中なんだから。今度からわからないことがあったら何でも僕に、聞いてくださいよ。ないわ別に何も。とにかくありがとう。待ってください江藤さん。江藤さん、お似合いだわ。シュンは私のものよ、シュン。どこへ行くんだランゼ、方向が違うようだが。違うようだぞ。お父さん、あ、もう、はい、行っちゃう行っちゃう。さあ家へ帰ろう。道草すると母さんがうるさいんだから。やっぱり女房が来いか。ヘイク、ねお父さん、ちょっと忘れ物しちゃった。早く戻ってくるんだぞ。はい。江藤さんかけるの、江藤さんの事情。はあ、もうどうしよう、せっかくお父さんから逃げ出せたのに。遅いぞランゼのやつ、何をしとるんだ。イライライラ、わーい、イラ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 、イライライラ。お父さんごめんなさい、ランゼはこの姿で真壁くんを追いかけます。遅い。いや、これはどうも。先に逃げるぞ、さよなら。待って。おせえて。アンブレイラー。
こが真壁くんちね。マンションか。考えたら私真壁くんのこと何にも知らないのよね。ただいま。なんつっても誰も返事するわけねえか。おい今帰ったぞ。元気で留守番してたか。ん、そうか。チチチチチ、なんだお前、どこの鳥だ。まあ入んな。わーい真壁くん。へえ、人懐っこいやつだな。飼われてたなきっと。よせよせ、わかったよわかった。そうだお前、腹減ってないか。ミルクでも飲むか。お前言葉がわかるみたいだな。わかるもん。おとなしくしてろよ。ミルクミルクと。真壁くん。ほらよ。嬉しい、喉渇いてたんだ。真壁くん、真壁くんのこんな優しい顔初めて見た。どうした、飲めよ。どうして今私は鳥なのかしら。なんかすがりつきたいような気分なのに。おっと、こうしちゃいらんねや。どうしたの、どこ行くのね。ジムへ行く時間だ。ほら友達だぜ、仲良くな。いやよ真壁くん、いやいやいやよ。今日は宿直じゃないからお袋も帰ってくるはずだ。じゃあな、しっかり留守番頼んだぜ。どうしよう真壁くん。痛いなあ。たつコウモリ傘に変身するのはお得意のはずなのに、ドジだな。猿も木から落ちる、コウモリも空から落ちる、たまにあることさ。しかし、あなた。ああそうだ、このままだと完全に怒鳴られてしまう。怒鳴られるだけじゃすまん、島で見るぞ。カチャ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 。教えて、まあ、とにかくランゼを探さなくては。しかしなんせ今は昼だからな。夜ならわしの世界なんとでもなるもの。へへいいじ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 。夜まで待つか。どうも真壁くん、いつまでそないしとる気や。ご主人は3時間は戻りまへんで。大きなお世話よ、ほっといて。怒った顔もめんこいの。ずん。なあ、小飯、そう突っ張らんと、わしと世間話でもしましょう。なあ。うん。真壁くーん。よーやっとるね、青年。いやーごきげんよう。まあなんとかね。あ、よっしゃよっしゃ。ところでお母さんは元気かね。はいはい元気、もういたって元気。シュン大丈夫。なあ神谷、頼むから黄色い声出すのやめてくれる。うわがました。真壁くんまだかな。お腹すいたな。食料ならここにありまっせ。もう鳥の餌なんか食べられませんよーだでー。ひゃーこわ、しかし贅沢なやっちゃな。あんたはよっぽど惚れてまんな、うちのご主人に。それがどうかした。やめときなはれ、人間と鳥では所詮結ばれぬのか。泣きを見るのは小飛さんの方やで。あのね、言っとくけど、私は今鳥の姿をしているけど本当は、何よその目は。何ってわかりませんかな、この意味するところが。
わし一目見た時から虜になりましたね。おぞーっと鳥肌が、わー、そうか、私は鳥だった。冗談はよして。冗談と違います。わし恋さんを幸せにしてあげるによって、ねえ、幸せなら死ぬ。どこに死ぬね。こっちゃ来い、こっちゃ来い。ケンさん、マリト、お番です。猫ちゃん、逃げろ。バッチリしごかれたからね。ああ、そうそう、またあの神谷の大将が来てたよ。お袋によろしく言ってたぜ。あら、そう。どうも俺あの親子は苦手だ。娘の方はうるせえしよ。まあそんなこと言うもんじゃないわよ、シュン。神谷さんはね、あなたがボクサーとしてとっても有望だって褒めてくださってるのよ。それにジムの月謝だって安くしてもらってるし、ゴンを忘れちゃいけないわ。知らなんだ。それにお嬢さんだって綺麗でお金持ちだからいいじゃない。カチン。おふくろ。冗談よ、ジョーク。はあ、さあ、シュンのために今晩のおかず腕を振るうわね。待ってな、おふくろ。今に俺がこの腕でおふくろを楽させてやるよ。そうだ、夕食できる間にお風呂に入ってらっしゃいな。ああ、それとそこのもついでに洗ってちょうだい。え、みやはー、あれ、この猫近所のノラじゃねえか。よし、一緒に風呂に入るか。みやー、え、風呂、みやみや、ダメよ、ダメダメ、そんなの。なんてことでしょう、目のやり場がない。はい、次はお前な。いいよ、私はいいです。とうとう現れる羽目になっちゃった。お前も少しは綺麗になんないとモテねえぞ。お、静かにしろよ。よし、終わったぞ。これを。中部君、本当のランゼにもこんな風に優しかったらいいのにな。うん。うわ、さ、寒。湯冷めしちゃうよ。だ、ダメ、こんなところでくしゃみしちゃ、でも出そう。あ、ダメだ。くしゃん。あれ？あ、気づいたかな。今誰かくしゃみしたような気がしたけど。気のせいかな。な、何度か逃げ出す方法は、ま、窓閉めた。やっぱり気のせいか。で、手がしびれ、しびれる。閉めた。どう、さっきから何かいる気配がするな。ああ、中部くんお願いだから早く行って。疲れてるのかな。よし、また入ろ。うそー、苦しい。どうもおかしな日だ。早く早く行って、お願い。おふくろ、あんたで。しんどかった、死ぬかと思った。あれ、
お前いつの間にこんなとこで寝ちゃったんだよ。やっと悪いね、汚ねえな。そうだ、殺されられないんだ。よし、もう一杯洗ってるよ。ったく世話の焼けるやつだ。ほら、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんだ。あれ、窓が開いてる。やっぱ今日は調子悪いな、俺。中で来るだろう。手がしびれてきた。もうダメだ。死んだ。ランゼ、お父さん。何をしてるんだ、こんなところで。え、あの、お父さんこそどうして今頃何してるのよ。いや、わしらそのな、そう、散歩だよな、ペック。そうそう、私だって お友達の家に遊びに来てて、今帰るところだもん。お友達の家からこんな帰り方をするのかい、びしょ濡れで。これはあれ、最近流行りの、ほら、あの、そのあれよ、ランゼ、正直に言いなさい。ランゼ、そうか。で、その真壁って子もお前のことを思ってくれているのかい。お母さんには黙っていて。ランゼ、お願いね、お父さん。どうして、どうして人間の子を好きになっちゃいけないの、初恋なのに。自分の気持ちに正直になることも許されないの。子孫に純粋な血を残すってそんなに大切なの、教えて、お父さん。帰るぞ。お父さんね、教えて、そんなに大切なことなの。さ、みんな待ってる、回復しなさい。お父さん、どうしてなの、お父さん、教えて、教えて、お父さん。僕、江藤リンゼ、ママに叱られて家出したんだけど、お腹ペコペコ。そんな時、かっこいい新お兄ちゃんに会って、お友達になってもらおうとお兄ちゃんにくっついていったんだ。そしたら、僕が大活躍をする次回を見てね。